車学校で二輪の安全運転講習会というものがあるというふうに知人から聞いたもので、それにちょっと参加させてもらおうかなと思っております。おはようございます。おはようございます。ここからスタートしてもらって、スタートなんで、ここへ S 字ずっと抜けてもらって、でそこね出てきてくれたら、こう右に行って、こうクランク、こう2本あるんですよね、はい、こっちバイク用の狭い方なんで、できたらこう広い方を取ってもらおうかなと。で取ってもらって、曲がって、今度こっちのクランク、もう一つここね、クランクです。でここパイロン4つ並べとんで、あとで見えます。でこっち左進入で入ってもらって、で、出てもらうと。出てもらったら、これが8の字、あそこ8の字あるんで、はい、8の字をこうぐるっと右入りの8の字出ての左で、はい、ここ右です。でここずっと出てもらって、こう回って、ここから入っての S で、ここから入ってゴールと。これが1つ目のコースです、はい。
力入るから力の動きもあるね。ここで2回やな、2周やね、ここやな、こっちの2周の S のこっちのここに入って、これすごいよ、よしというコースです。ここ2回です。めっちゃ滑る。あっとったっけ。さすが小旋回バリ早い。小旋回だけなんですけどね。いやいや。バリ早いね小旋回。あれ大型ではちょっと無理ですね。怖い。スイスイ曲がれるな。すいません、ちょっとお借りします。NC。曲がらね、遊びが多い。おお、全然曲がらんねんけど。怖っ。これ全然曲がらん、怖い。ようこんなんでやるな。怖い、うー、怖い、怖い、うー、怖い。トルクがすごいね、やっぱり。おお。ああ、難しいわ。おお、怖い。トルクがある点難しいね。怖っ。回転は怖い。うわ怖い怖い。怖い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 。お忍者かっこいい。ちょっとお借りします。おお早っ。あっていうかめっちゃ乗りやすいんやけど、これなんか乗りやすいぞこれ。低速トルク普通に125より歩けんの。敏感な選手がバレるが。ありがとうございます。めっちゃ乗りやすいですねこれ。すごい。
はい、見よったんですけど、めっちゃうまいですあのなんか、カウルと道の間これ上にしてうわ、ギリギリやんあーいいなめっちゃ速いあ、結構小回りできるなするなこれ怖っおー怖いえ見た見た乗りやすいエンジンガードバリ進んじゃったガリガリ言いながらということで、本日自動車学校さんの方に、行かせてもらいました。ですね、この後は、MSGC 練習会、まあ、ジムカーナ練習会の方に、お邪魔させていただこうかなと思います。こっちはガチモンのやつやな。ここからは MSGC でジムカーナ、どんだけバイク練習するんだっていう感じなんですけど、まあ、2輪乗ってる方は、ぜひぜひこういうね講習場で開放している、まあ、2輪安全講習会みたいなところにですね、参加するのもいいかなと思いますので、まあ、バイクの扱いが非常にうまくなるかなというところで、こんな感じで、元ブログ久しぶりだったんですけどいかがだったでしょうか。またぜひ瞬間の練習会にもお越しください。こんなところで、元ブログ終了させていただこうかなと思います。